まあ、仕掛け作る前にコマセ巻いてみたら、まあ、北枕とサバなのかイワシなのか、ちょっとなんかその辺の小魚が見えてましたね。よし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 、やっとかかった。ダメだ。ああ、スズメダイか。スズメダイがいるんですね。スズメダイ。よしよしよし。お。無事なりたんだけど、こっぱすぎるだろう。ベラ、あーそうか、次はベラですね。よしよしよし、違うわ、ベラだ。ベラ多いですからね、この場所は。よし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 、あった、誰だ、あ、これか、やっぱりサバだ、イワシだ、イワシっすね、これか、しかも素手がかりしてる、ほら、あった、イワシを背掛けにして、動かしてみます。今なんか食ってる、イカか、これ。イカが食ってる、あ、イカが食ってたね、今。なんだ。もうイカが抱きついてから、イワシがボロボロっすね。ありましたね、ようやく。うわー、相棒の稚魚だ、やば。マジか。ほら、浮きを 3B に変えてですね、ハリスにB のガン玉を2つ打ちました。誘導1メートルぐらい取ってますね。カリスが一ひど。
誘導をなくしてひとひろの固定で試してみますね。お、すげえ、朝が乗ってってくるわ。何かがやってきたのかな。あ、どうもした。上がらないですね。メジナが全然ですね。餌取りではスズメダイとか、あとアイゴの稚魚とか、あとベラとかそんなばっかりですね。あとなんかイワシ、多分イワシだと思うんですけど、なんかその辺が群れてますかね。あれ、餌残るな。いや、そうなんですよ。たまにこうやって残るんですよね。これメジナっぽいですけどね。これは多分メジナですよ。ほら、初、本日初のメジナ。これぐらいのサイズのやつがこう食い始めればもう少しでかいの来ると思うんですけどね。じゃあ今日帰れないかもわかんないです。はい、ありがとうございます。今度会ったら、ぜひぜひ。あれこれ。ね、フグだ。フグ。水中機の仕掛けに変えました。当たり行きが B、 水中機が 2B、 ハリスひとひろ、誘導ひとひろ。なんか食ってる、うぐいしてた。アイゴっぽいな。アイゴか、アイゴっすね。何かが来た。冷たいだな、やっぱり。よしよし。ベラだ。今度はベラ。はい、お待ちどおさま。やっぱりスズメダイ、ベラ、この辺りなんですね、悟ってんのがね。おい、猫。でっかいね、あんた。でっかいね。水中カメラを。
と足元を狙ってみましょう。当たりだよな、あれが当たりなんだけどな。背後か、背後だ、背後だな。姿が見えましたね。すごいな、めっちゃ多い。狙うか。猫来たよ。よし。はい。そして、お、なんかいい感じだな。背後っぽくなってきたな。背後かな。で、はい。初の玉入れが背後。40センチ近くあるこれ。でかい。ラストスパート行きましょう。はい、ハリがグレバリの午後、ハリス2号を一披露半、水中機の仕掛けですね。当たり引きが B、水中機が 2B、誘導は一披露取ってあります。重りは何も打ってないです。予報通り南の風が吹いてきましたね。あ、今ちょうど真正面なんでまだ釣りやすいですけどね。しょ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 、当たり当てる当たり当てる、もうちょいで、よし、あれだ、あ、ベラだ、あ、抜けた。はい。背後か。針外れですね。当たり。よし、今度こそ行くよ。もう少しで。よっしゃー。あー、背後か。なんだよ、これ。やべ、針スクリープ。ベラか。ベラっすね。よっしゃー。ベラだよ、これ、ベラ。ベラすげえな。ベラが、ベラの猛攻にあってます。メジナよ、どこにいるんだよ。やばい、ベラしかいね。ハリスを一披露まで詰めました。誘導も、どれぐらいだろう。30センチぐらい詰めたんですかね。誘導は今、一広ないぐらいですね。ベラしか食わないんで、
少し浅くして様子見ています。よし、まだ食うかベラ。ベラかまだ、あーダメだ、もうベラしか食わない。ベラの棚ぴったりですね。いいとこ買ってるほら。そんなこと言ってる場合じゃないですけどね。おい、そういうイメージな。出会って飯菜っぽいか、アイゴか、アイゴだな。お、飯菜だ、やった、飯菜でしょ。よし、来た来たよ、ようやく。いい当たり、35ある。ほら、いいとこ分かってますよ、これ。ね。やった。よし。よし。30。36ですね。36センチ。